久しぶりの配信がお誕生日配信です。イエーイ。23歳最後の配信でございます。そう、こんばんは。今日は23歳最後の日は美容室に行ってきました。うるさ、うるさーい、うるさーい、うるさーい。美容室に行ってきました。ママ音入りようよ、こんな夜中に。どう？新しい髪色綺麗じゃないですか。大丈夫か。これはちょっと後ろね、テレビの反射が映っちゃうと思って YouTube の僕だけの白日夢の私で静止してます。ね、若いね。このね、この飾り付けもこれ自分で買いに来ました。フライングタイガーに自分で買いに行った。可愛くて、飾り付けは自分で買いました。美容院変えたのは気持ちの変化？いや、適当です。普通に前から気になってたとこに行っただけです。猫来た？見たい。フライングタイガーってまだあるんかって。そんな昔からあるん？フライングタイガーって。へえ、ファンの人も知ってるんだ。今日はもう美容室帰りなので、で美容室行って、夜は家族がお祝いしてくれてご飯食べ行って、先帰ってきて、ちょっともう眠たいです。あー消えたー。危ない。多分ね、誕生日のひまたぎ配信ちゃんと申請してるから12時で切れないと思う。てか切れないで。ママからの、ママ手作りアイス。おいしい。わかんないけど申請が必要かなと思って一応言った。マジ美味しい。うん、激うま、売れる。お誕生日おめでとうって、まだです、明日です、あと20分ぐらい。砂糖使ってないって。てかここ痛い。
膝立ちしとるけん、ちょっと椅子ないですか？椅子ちょっとすごい、いやけん、椅子が欲しい。いや、お久しぶりです。結構配信してなかった気がする。1ヶ月ぐらい。久しぶりです。もう目がショボショボしてる。お風呂上がったって。そうだよね、そういう時間帯だよね。すいません、ありがとうございます。あ、いい感じ、いい感じだけど遠いの。飾り付けは自分で買いました。生誕祭いつになるの分かんないけど、多分10月です。10月のなんか土日になるべくしたいですっていうのは言ってるけど、まだ分かんない。いや、わかんない。土日かは、土日か平日かはわかんないんです。確定じゃないねえ。知りたいよね、エルも早く日にち知りたい。エミリー推しのエレパパは近くにいるとって。パパはちょっと今いませんね、どっか行ってます。ご飯一緒に食べ行ったけど、でも今日ねずっとなんかうちの家族とエミリーで、エミリーがそのうちの家のバーベキューよくやるんですけど、バーベキューに行きたいって言ってる、言ってて、で早くエミリーも卒業したし、でなんかエミリーの卒業祝いで、あー後ろ消えた、卒業祝いで一緒にねご飯とか行こうって言ってて、今日もね家族がエレンの誕生日お祝いしてくれるって言ってて、でパパが何も言ってないのにエミリー呼ぶみたいな言ってきて、めっちゃエミリーのこと好きやんって。エレパパはエミリーのことめっちゃ好きなんです。もう我が娘のように応援してると思う。そうだから早くエレの男の家族とエミリーで飲みたいねって、ご飯行きたいねって話してます。もうパパがね、エミリーはエミリーはってエミリー呼ばんとってめっちゃ言ってくるしかもエミリーの卒業公演エレのパパ見に行ってたんですよおもろいよね、娘かよって。おもろいよね。
俺はずっとエレタンはエレタンはってなってる。かわいい、かわいい。あと何分？15分ぐらいか。まあ23歳はいろいろありましたね。本当にめっちゃ充実してた気がする。ベトナム行ったりとか、ラジオが始まって自分の冠番組になったりとか、あとは歌唱力でファイナリストを行けたりとかに、頑張った。本当に頑張った。あと錬金やったりとかね、あと同期の卒業があったりとか、しかも仲良しのおみくちゃんとエミリーが辞めちゃったりとか、なんか、あ、そう、太鼓の達人とかね、マジで頑張った。ほんとに充実してたなね。え、ファイナリストライブ楽しみだね。本当に来てほしい。いつか分かんないけど、あれいつだろう。冬撮ったな。ママがお風呂上がりでなんかターバン巻いてます、頭にタオルを。あ、さやかさんだ。さやかさん、今日ね美容室に行きましたっていう、行ってきたよっていうのを誰かに言いたくて、の舞台でね、これも転売とかの舞台できっかけに仲良くさせてもらってるさやかさんにめっちゃ LINE した。髪明るくなった。うん、ちょっと明るくした。なんかだんだん抜けて明るくなるような色にしていただきました。いい感じ。いっぱい褒めてください。あ、これさ、3分に1回ぐらい切れるね。そのワンピースはこの夏何回着たとって。これまだ今年初めて来ました、このワンピース。これはママのお下がりなんですけど、なんか後ろのねボタンが外れちゃって着るのやめてたけど、ママがボタンを付け直してくれて初めて来た今年。今日めっちゃ美女整ってる。今日今日とかいうやつ。昨日いっぱい寝て、今日は美容室に行くぞっていう楽しみに意気込んで寝たからだと思う。やばい、目がもうしょぼしょぼする。海とか行った？海とか行った。海行ったね。どこの海行ったかな？糸島とか。
でも入ってないんですよね今年海。ウェイクボードしたかったなマジで。今年はウェイクボードはちょっとできませんでした。来年できますように。コップかちょっと手合わせちゃったからコップかーってコップかコップかー来年も海入れますようにコップかどんなノリナマステナマステサマステあサマステサマステ楽しかったですね皆さん。私は病み上がりのサマステでヒョロヒョロでしたがね。5日間ぐらい休んでたからね。ひまわり楽しかったサマステの。最強アイドルよろしくのエレちゃん歌あり知りたい、あれですよね今日発売された。あ、皆さん今日発売日ですシングルのありがとうございますのカップリングの警報曲が最強アイドルよろしくなんですけど、どこだったっけ、ちょっと歌詞見ないと正しく伝えられない気がする。うん、ファンがいればです。一番タラタタラタファンがいればタタラタラタ出会いにしてやる。うんうん、あ踊っちゃった、すいませんまだ踊っちゃいかんね。危ねえ危ねえ。まあ残りはいつかのお楽しみに。まあ一瞬だったし。先日坂上がり公園のエンドロールめちゃくちゃかっこよかった、嬉しい。この間ね坂上がり公園で新しいユニットをしてエンドロールっていうユニット、めちゃかっこいいダンスユニットやったんですけど、あのね朝覚えたの。朝すごくない？朝、私は当日の朝3時間で覚えました。別に時間はあったのですが朝覚えました、はい、楽しかった。これからもできたらいいな。結構でもエンドロールはサビが全部1サビも2サビも大サビも全部同じ振りなんですよ、サビが。だからわっすぐ覚えれると思って行けた。ほんと好きな歌だからすごい覚えれました。うん、坂上がり公演は14年ぶりでした。へえ、じゃあ初期の見られてたってことなんですね。すごい。どうでしたか HKT の坂上がりは。次、結構私今月坂上がり公演ほぼ出るんですけど、次
次のおすすめは特に来てほしいのは14日です。よろしくよろしく。これ全然ティッシュ取れんよ、ちょびちょび。みんな集まれー、集まれ集まれー、集まれ集まれ集まれ、動物の森あったよね。エリカン抱きしめられたら冷静に考えてセンターってやばいねやばいですかやばいですか。ぜひ見に来てください、劇場に。あ、ミクから LINE 来た。おめでとうまで少しだってミクから LINE 来た、早っ。14日って北条や真っ只中だね。てか明日からですよね。私の誕生日から毎年結構始まってるからめっちゃ覚えてる。行きたい。この画角なんか幼く見えますねって。多分ね、画角じゃなくて前髪切ったからだと思う。どうですか。めっちゃいい、うれちい。明日ゲッターズさんの本発売らしいね。そう、でも予約した、誕生日に届くように事前予約した。生活運がもうすぐじゃない、誕生日イエー。この白日夢は何年前だろう。2017か。だからまあ年だけで言ったら7年前ぐらい。こちら7年前の私です。こちら7年後の私です。うー、こんなに大人になりましたはい。2024の残りの期間で嬉しい報告ができたらいいですなと。まあまあ後でちょっと言いますわもうすぐ？もうすぐ？すごいなんか年越しみたいな年越しみたいな皆さんありがとうございます、誕生日に見ていただいて、平日なのにありがとうございます。なんもない、なんもないけど、パーンとかなんもないけど、なんもないけど、もう来る？音楽流したら切られるかも、バンされるかも。ちょっと流して、一瞬ね、一瞬、まだ？あと1分？ AKB はいいかも。その涙サプライズ。まだ？なった？あれ？まだじゃない？
まだ？うんうん、まだかな。綺麗よねこれ。あ、なったなったなったらしいよ。おめでとう。イエーイ、ハッピーバースデーなりました。あ、すごいね、背景変わった、誕生日すごい、イエーイ誕生日でーす。24になっちゃいました。24ってやば。ハッピーハッピーバースデー、元気のキャンドルを一回りきりで、さあ吹きせよ、君のためのパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功。うううう、やっぱ映る。これどうぞ。涙サプライズ、イエーイありがとうございます。一人セーターはず言わないではず、一応前に目の前に家族いるから、イエーイ。24ちゃんになりました、ありがとうございます。じゃあ本日のスペシャルゲスト、どうやって撮るんこれ。こんにちはピースケ、ピースケじゃないです。エリタ誕生日おめでとう。ありがとう。24歳を頑張ってね。ね、反射しとる声が。ありがとう。ありがとう。ファンのみんな、おいおい、ありがとう。ピースケじゃないです。ファン方もよろしくお願いします。はは、はい、ということで24歳になりました。24です。マジでこれ反射が怖いのよ。ありがとうございます。今年も元気に楽しく頑張ります。そう、後ろにね、え、すごいタワーいっぱい来てる、ありがとうございます。え、嬉しい。これは2年前のカレンダーです、私の。皆さんありがとうございます。ちょっと読めるかな、タワータワー、タワーすごい、ね、そこ神棚じゃねえって言われとる神棚じゃないし、え、後ろ神棚は違うとこにあります。リアトゥーミー見てください、自分で買った It's me birthday というカチューシャ、これも本日フライングタイガーで自分で買いました。
イエーイ。いつもね、こんなマイペースな私を応援してくれてありがとうございます。陽キャメンバーのおめでとう最初誰誰だろう。カレンレンだった気がする。カレンレンかも。なんか言おうとした。あ、そう、タワー、タワーありがとう。みんな めっちゃ目細めちゃった。ヨッシー、違う、ごめんなさい。ヨッシーさん。ジュウさん。トモキさん。あ、待って。ありがとう、みんな。ちょっと全部読みたい。タワーくれた方、これさ、正確に見れるのないのかな。どうしたらいいんだろう。ギフトのちゃんと読み上げたいんですけど、どうやって、あ、それ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 、めっちゃドアップ変な顔やん。こっちで見れなくなったら、こっちで、うわめっちゃあって、どうやって見るんだ。ありがとうございます皆さんありがとうございますありすぎて、パパが反射して映っちゃう。ゲームしてる。あ、見れるわ、ここで。あ、これ以上下行かないんや。ありがとう。24歳の目標は楽しみますとにかく毎日を楽しみますですかね。ノールックでリモコン扱ってるところの親近感ってだって毎日ね使うじゃん。いつも楽しんでる。そうですね、何事も楽しんだもん勝ちだと思いますので、楽しみましょう。
今言ったねん24歳の目標今言ったねん でもですね1個そうです、あの今日が12だからまあまだ夜だから明後日、まあ、13日ぐらいになんかお知らせが1個あるので楽しみにしててください私的には結構ワクワクなお仕事なのでお楽しみにですスプラ切り上げて配信見に来てよ、褒めてね、ありがとう、楽しみにでございます。こんな感じでございますね、イエイもうなんか今喋りすぎたらさ、生誕祭とかで、まあ、まだ先やろうけど、ちょっと言うことなくなっちゃいそうだから。あ、エミリーからもらいに来た、ウレピヨーン、皆さんありがとうございます、今年もいっぱい応援してくださいいっぱい7期生とか増えてねちょっといろんなとこに目移りしてる人もいると、目移りっていうか推しメンがね増えたりしてる人もいると思うんですけども、一応私一番でお願いいたします、エレ姫一番でよろしくです。別にいっぱいいてもいいんですよ、ただエレ姫一番でよろちくです、よろちく。なんなんなん、こういうゲームみたいないちご成果みたいなちゃんと見てますからね、私皆さんのこと、みんなが思っている以上に私はみんなのことを見てますのでエレ姫一番でお願いします。いちご生活伝わっとるみんないつも本当にありがとうございます。いちご生活ってどうやって CM であるやん、正解はいちご生活、なんか昔ばあちゃん家とかで見よった気がする。いや今会ってないと思う、知らんありがとうみんな、あ、お話し会前に来てください、待ってます。なんかめっちゃオンラインが売れてて、いや嬉しいんですけど、現地のお話し会、あ、ハイタッチ会もう待ってますなんでオンラインがめっちゃ売れてんだろう、ありがたいですが、
嬉しいですが、あの現地のもリアルでねお会いできるので、福岡と名古屋と横浜、東京、関東です。はい、待ってます、待ってますよ。うん、リアルは緊張するからって、オンラインのが緊張しない？なんかさ、こう電波のあれで。そんなことないか。うん、オンラインのが緊張せんの？リアルのが緊張する。そうかな。でもやっぱリアルの方がパワーもらえるくない？やっぱその現地のさ空気感とか、まあでもその実際に足を運ぶっていうのはすごい大変だと思うし、その分思い出にも記憶にも残ると思うし、その生でしかリアルでしか感じられない肌でこう感じるものもいっぱいあると思うので、まあ好きな方でいいんですけど、ぜひ機会があったらぜひ皆さんに直接言葉を交わしたいですね。でもね、ラグ、確かにラグないもんね、オンライン。本当に喋りやすいもんね。そうだよ、リアルでしかね作れない思い出もありますからね。まあその海外とかの方はね、オンラインでしかないと思うけど。そう、映ってないよ。だって映らんちゃうもん、この角度的に光線と。あ、やばい、え、あ、やばい、だあこれさ、よろちくです。いっぱい会いに来てください。待ってます。ではそろそろ終わろうかな。なんか暗いよね。なんか直接会えるなんてことなかなかないよ。本当になかなかないよ。だってもうこの距離でその二人だけの空間でおしゃべりできるのでね、なんかすごいよね改めて。ぜひぜひ会いに来てください。会いに来れるときに早く会いたいって。でも真似せんで。でもちょっとぶりっこしてみた。優しい。タンプレも無事に書いたので安心して寝れそうです。優しい、嬉しい、ビタミン C。 知らん、最近ハマってるギャグ。優しい、嬉しい、ビタミン C。 ハートの強さが試される見守り配信。いける。じゃあ終わろうかな。今年も応援、今年も24歳も応援よろしくお願いします。ペコリペコリペコリ。最近親父ギャグ多めって。親父なんかな。親父かもしれないです。私よろしく、いっぱい会いに来てね。
ぱい頑張るっていうか、いっぱい皆さんに愛を伝えて恩返しできるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。アルコールのせいに違いないって、別に変わんないです。私はいつもこんな感じです。さやかさん、私の影響やったらごめんね。そうかもしれない。じゃあね、ちょっと眠くなってきちゃったので、皆さんも眠いと思いますが、配信 に見ていただいてお祝いしてくださってありがとうございます。何これ、誰が勝ったん？パパが勝ったん？どこで勝ったと？これどこで買ったと？ネット？どこで買ったと？平田ナース。え？平田ナース。これパパが買ったらしいです。パパが買ったらしいです。やっぱピーチケ寂しいからね。ピーチケがお空に行っちゃって。やっぱ南国好きなパパ。はい、なんでそれ買ったって。違う、昔インコを飼ってたんですよ。インコがお空に旅立っちゃって早3年ぐらいですかね、お迎えに新たな鳥をお迎えしました。これさ、部屋の中の観葉植物にぶら下げてるんですよ。もう南国ジャングルいい感じよね。はい、よろしくお願いします。じゃあ、エイちゃんそろそろ眠いそうなので寝るよ。何このゲーム。名前は何でしょう。やすこですとか言って、なんて、わかんない、なんか出てきた。P2 でも可愛い、なんか P2 ってコメントあった。P2 ペースケ。LP。 深夜に失礼いたしました。じゃあ寝ます。皆さん、あのね、タワーマジでいっぱいありがとうございます。本当に名前読めなくてごめんなさい。これいっぱい来た時ってみんなどうしてるんだろう。聞いてみます。てか今日木曜日なんだ。木曜日って一番なんか、あ、木曜日かってなりそうだよね。ありがとうございます。では G24 歳もよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ、おやすみなさーい。3、2、1。